もう一度なかなか甲府が触ることができません。シルビーニ右のスペースからクロスを狙います。さあどうだ、ゴール前、ここでシュートへ。先制点はアルビレックス新潟、矢野、まあ、よく今ニアで潰れましたよね。はい、矢野が後半立ち上がりの1分のゴールを決めて 0-1 新潟。田中からですよね。田中から中原がまず前でね、はい、うまくこうニアを合わしに行って潰れたこぼれなんですよね。もう一回見てください、これね、うん、これがなければね、はい、当然ここにはボールは出てこないんで、この辺やっぱりサーバンホーレ、いやー途中でカットされました。ボールを新潟、中原、面白いヒールで、そしてシュートへ、綺麗にサイドネットへ突き刺さりました。鈴木慎吾、今のは右足ですね珍しいですね鮮やかなシュートでしたね。0対2アルビレックス新潟。いやちょっとねここで動き出し、鈴木に対してね、はい、外れた、まあ、そこをまたうまくね、はい、年が梅山ですかね、はい、これ聞いてましたよね。聞いてましたね、梅山そして鈴木慎吾、もう完全ずっと鈴木はフリーですからね、スローの後から、はい、このまま新潟勝ちますと勝ち点が10、甲府の8を上回ります。まあ、まだ始まったばかりとはいえ、さあ新潟、鈴木慎吾行った、このスペース空いている、ほぼフリーでラストパス、そしてうまい、最後は田中アトム。いやー3点目、逆に新潟がカウンターというかね、はい、早い攻めから今中3枚ですよね。甲府がねやりたかったことをやられましたね。本当ですね、田中も嬉しいゴールですね。これ鈴木慎吾、はい、ほぼ独走で矢野に3枚ちょっといっちゃったんでね。あなるほどね、まあ、やっぱりね、はい、前回中盤でのやっぱりボールダッシュでいうと新潟の方が圧倒してた分、はい、触りました。とにかくこの新潟には有望な若手が本当に原石のように転がっています。まあ、その中でね、はい、こういうファビーニョみたいにお手本となるようなね、はい、プレイヤーがいるっていうのもいいですよね。大きいですよね、ファビーニョはこれで前に上がります。さあどうでしょう、ここからのボール、梅山いなしてもう89分です。新潟うまくブロックしました。おお、フリー、そしてそのまま川原、シュートだー、決まった。なんと J リーグデビュー戦で J 初ゴール、これはまた強い星のもとに生まれている素晴らしい得点です。いや今多分セカンドプレーというかね、2回目のプレーでしょうね。ですよね、まあ、ここからこう楽な形でボールをね、はい、配ってもらったんですけどね、シルビーニョから。もう思いっきり前に人がいようが打つっていう、これは